どうも、高知県杉松県にシラモンでございます。頑張るもんといったわけで頑張っていきますのでよろしくお願いします。私はですね、高知市福井町にやってきております。今回のテーマがですね、極楽リラクゼーションスポットでございます。今回ですね、私が紹介するのがですね、こちらでございますね。リアセラピー&エステソフィーさんでございます。まあこちらはですね、まあお耳のですね、お掃除とかこれエステをしてくださるお店なんですけども、私ですね、耳掃除がすごく好きなんですよね。よくやってるんですけども、耳のね、中ってね、なかなか自分では見えないと思うんですよ。そのね、ケアをしていただけるお店なんですよね。しかもこちら高知県初のお店なんですよね。ちょっとね、私ね、すごくね、このもうワクワクしております。早速ね、していきたいなと思います。レッツゴー。閑静な住宅街の中にある完全予約制のプライベートサロン、ソフィーさん。こちらで心と体をリフレッシュしたいなと思います。こちらのお店、四国初。そうですね、はい。四国初で高知県初ということで。そうですね、四国初、高知初のお耳掃除専門サロンとなっておりまして、はい、こちらの方にはですね、耳の中を見るイヤーカメラというのを使いながら、このテレビに耳の中を映りますので、耳の中を見ていただきながら一緒にこう掃除をして、ビフォーアフターも一緒にご確認していただきながら、きれいに耳の方のお掃除をさせていただいてます。でその後に耳つぼ、それからリンパのマッサージを中心とした、はい、リラクゼーションの方も組み合わせたイヤーセラピーという内容になっております。なるほど。なんかね、すごくなんか落ち着くな、ね、リラクゼーションするなんか綺麗な完全予約制ですよね。あ、そうですね、お一人お一人の方にこうゆっくりとしたお時間を過ごしていただきたいので、予約制という形を取らさせていただいております。なんかね、閑静な住宅街の中にあるんですよね。静かなところで ね、 でね、耳やっていただくっていうのはね、そうです、ちょっと隠れ家的な感じで、はい、楽しみでございます。はい、していただいてます。これ本当に耳掃除好きで毎日やってるんですよ。はい、ちょっとね、中を見ていただきたいなってずっと思ってて、前々から、はい、ぜひ今日は初めてなんですよ。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、ちょっと緊張しますね。そうですね、初めてですか。初めてなんですよ。はい、ドキドキしますよね。はい、頭後ろはい、前のテレビ見えますか。はい、いや、楽しみですね。僕ね、今までいろんなバラエティとか見てきたんですけどね、自分の耳の中見ると思わなかったですよ。結構衝撃的な感じですよね。いや、どうなってるのか。そうですね、ちょっとじゃあ耳の中を見ていきますね。はい、ああいう感じですごい、はい、ちょっとしていきますね。はい、失礼します。お、これが、ね、耳の入り口の部分ですね。はい、こういうふうに入り口の穴のとこなんですけれども、はい、こういうふうに、ね、毛が、ね、生えてます。入り口の方に、はい、でよく見るとこの毛先とか毛の中にこう細かいこう汚れが絡まってたりくっついてたりします。はい、うん、ついてますね。結構ね、細かいこう汚れがここについてますので、はい、ちょっと奥の方見ていきます。はい、今画面の一番奥に薄く膜が見えているところがあるんですけれども、はい、これが鼓膜になります。はい、で鼓膜から入り口まではだいたい3センチ程度と言われてまして、入り口1センチのところにこういうふうに毛が生えてます。はい、で奥の方は毛がない部分になりますので、よく見ると毛細血管があったりとかね、皮膚もとても薄いところなので、はい、やっぱり強い力で触ったりこう書いてしまったりするとすぐ赤くなりやすいところです。はい、でやりすぎるとやっぱりこう血が出てしまったりだとかねする箇所なので、普段はもうこの入り口の、はい、入り口1センチのこの毛が生えてる部分だけのお掃除だけで十分です。はい、で耳の奥のこの鼓膜の方からじわじわこう時間とかかりますけど動いてきますので、はい、もう奥逆に触ってしまうと奥に押し込んでしまったりとか、はい、せっかくここまで動いてきてたのがまた奥に行っちゃったりするので、はい、普段は奥は触らず、入り口の方だけを、はい、お家の方でお掃除してあげてください。はいはい、よくね、なんか聞くのが、はい、耳掃除ってしなくてもゴミが出てくる、勝手に出てくるって聞くんですけども、そうですね、お医者さんの中にはしなくてもいいっていう方もいらっしゃいます。はい、でっていう方もいらっしゃるんですけども、やっぱりこう何にもしないとやっぱりこういうどん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 溜まってしまったりとかして、はい、結構奥なんていうんですか、耳を塞いでしまうぐらいあったりとか、はい、してしまうので、危険な箇所は触らなくて、まあ、1週間に1回程度で構いませんので、はい、綿棒などの柔らかいのでこういうふうにちょっと拭き
使える感じで大丈夫です、はい、かしこまりました。はい、結構ケッて履いてるもんなんですね。そうですね、もう本当に産毛のぐらいなんですけれども、はい、男性とか耳がね、あのむき出し状態なので髪の毛も短いですので、はい、意外にこう耳見られてたりとかありますので、はい、結構エチケット的にも手入れしてあげるというのがいいかなと思いますね、はい、ちょっとツボをしていきますね、はい、耳のこのツボってあるんですね。そうですね、あの耳は耳自体はちっちゃいんですけれども、はい、あの200以上ねツボがあると言われてまして、はい、もうツボだらけです。あ、そうなんですか。はい、足ツボもそうですけど、はい、うん、でこのツボが全身の全部器官につながってますので、やはり痛いところはね、不調のサインだと言われてます、はい、うん、強さ大丈夫ですか。はい、はい、ここ今神門というツボになります、はい、ここはあのちょっとイライラを抑えたりだとか、はい、あと心をねこう穏やかにしてくれる、メンタル面でもとても効果的なツボの一つになってます、はい、よくねイライラするんでね、はい、特にこの神門というところはとても万能なツボですので、はいはい、ぜひねあのそういう時はちょっと押してあげるといいかと思います。もう普段あの接客業してるんですけども、はい、本当にちょっとね夜働いててもう酔っ払いとかにね、お酒好きな方多いですから、はい、酔っ払いにね、おいメガネとか言われることがあるんですよ。はい、その時、あーなるんですけど、うん、あーっていう時ここ押されると。そうですね、はい、はい、ぜひツボも押してあげてください。はい、はい、かしこまりました、はい。ここはね、交感神経と副交感神経を調節してくれるツボです。はい。ピッチですね。ツボをね、押してるだけなんですけれども、はい、あのじわーっとね、温かくなる感じだとか、全身にもつながってますので、ちょっとこう緩んでくるような感じがあるかなと思います。近いな、カメラ近すぎや、びっくりした。今、いや、すごい綺麗になりましたね。ありがとうございます。毛もね、今回もカットしましたので、はい、はい、ありがとうございます、はい、いや気持ちいい、極上のリラクゼーションですよ。次は何でしょうか。次は、はい、耳のツボと、それからこの耳周りのリンパのマッサージを中心に行っていきます。マッサージですか。はい、そうです。お願いします、はい、今このあったかいこのタオルでほぐしていただいてるんですけどもね、いいですね。よくね、このマッサージとか行くんですけども、はい、耳のマッサージってなかなかしてもらうことってないと思うんですよね。そうですよね、はい、うん、だから今初めてこの耳も多分びっくりしてると思いまして初めてのこの感じに、ほんとちょっとね、耳もやっぱりいたわってあげるべきですね。ありがとうございました。はい、いや癒されました。めっちゃ楽なった、めっちゃ軽くなりましたよ。いや極上リラクゼーション、いや癒されました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。今日のコースはどのようなコースだったんですか。はい、今日はですね、あの耳掃除とマッサージがあのセットになった60分の基本の、まあ、ベーシックなコースになってます。はい、その他にもいろいろコースが、そうですね、あの凝りが多い方はあの少し長めの90分のコースがあったりだとか、あのマッサージだけの短いショートのコースなんかもあります。なるほど、いろいろタイプによってあるわけですね。そうですね、はい、こちらも完全予約制ということで。そうですね、はい、あのちょっとどうしてもちっちゃなサロンになってますので、はい、あの事前に2日前までご予約いただければいいなと思ってます。はい、かしこまりました。車でも来ることは。そうですね、はい、駐車場もございますのでお車でお越しいただいても大丈夫です。なるほど、本日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。以上、シナモンでございました。ありがとうございました。